紹介します。実はこのバンドは月に1回から2回ぐらい、一応毎週日曜日夜、知り合いの方の自宅の地下にあるスタジオを借りて、親父バンドで楽しみながらやってるグループです。バンドの名前すごいですよ。塩せんべいバンド。塩せんべい、なんかこうちょっと辛みが効いてていい感じでしょ。塩せんべい、明るいメンバーです。ありがとうございます。塩せんべいバンド1曲目はウォッチタワー、見張り塔からずっとという曲をやりたいと思います。いい名曲ですね。するでしょ。何あの人、普段やってることと全然違うじゃないのという思う方は拍手をどうぞ。ありがとうございます。実は非常に私今緊張しています。というか恥ずかしい。
ねえ、あの普段偉そうなこと語ってるのにこんなところでなんかこうねえ不思議な感じがしますけれども、まあでもせっかくの機会ですので、もうあの県知事選挙が始まったら今月は練習できないねって言ってたんですけど、今日こうやって機会を与えていただいた山内聖子&ファミリーズに大きな感謝をいたします。ありがとうございます。じゃあちょっと静かな曲をやりたいと思います。スイートスイートサレンダーという曲を聴いてください。
ありがとうございます。ストレス発散最高ですね。連日、今日はもう投票日です。あ、投票、沖縄市、宜野湾市の方投票行きましたか？あ、もう大丈夫ですか？うるま市はね、まだもう少し後ですから、9月30日投票日ですので、私の時と一緒に名前間違えないで書いてくれたらいいと思いますけれども、実は私まだ投票行ってません。忙しくてすっかり忘れてました。だから今日一応エイサー祭りやってるかな、この雨ですけど、ちょっと後で皆さんに、ちょっと顔見に行ったら、それから投票に行きたいと思います。さて、玉城デニー のハードロックを歌う姿はなかなか見られないと思いますけども、もう最後の曲になってしまいました。ね、そう、おーっと言っていただくとちょっと嬉しいような、切ないような、ありがとう、最後の曲になってしまいました。ありがとう。ということで、最後の曲はちょっとみんながこう知ってるような知ってる曲をやろうかなと思ってますけど、これも本曲とは全然違います。ロックのバージョンですから、だからそれもくねてというのをこらえて、もっと言うと積極的に楽しんで聴いてください。スーパーステーション、メイシンです。Save!
ご協力ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。もう私はここに今日ここに来れたこと非常に幸せに思います。ベリーさんのこういう姿をね見られたんですからね。いやー素晴らしい。大きな拍手よろしくお願いします。